はい、皆さんこんにちは、たきです。ちょっと髪が短くなってちょっとイメチェンっていう感じなんですが、どうですかね。だいぶスッキリしました。今回のテーマは、先週バレンタインがあってチョコレートもらった方もいらっしゃると思うんですが、ホワイトデーに何を返したらいいんだろうって悩んでる男性にアドバイスの動画になっています。女の子の意見もまとめて動画にしてみました。今見てくださってる女性の方は、わ、この意見わかるって共感してもらえるかも、なのでガールズトークだと思って聞いていただければいいなと思っています。で、今回話す内容なんですが、バレンタインって、好きな人やお付き合いしているパートナーからだけではなくて、学校のクラスメイトであったりとか会社関係の方からいただく義理チョコのようなものも多いかと思います。で、今回は本命のお返しと義理チョコへのお返しという2つに分けて説明をしていこうと思います。では早速本命の彼女へのお返しから。そもそも本命チョコって何と思う方もいらっしゃるかと思うんですが、チョコレートとともに、なんかこう告白、好きですとか付き合いたいなみたいなことを言われたら本命チョコだと私は思ってますとか、ちょっと明らかにこれ脈ありやなみたいな、ちょっとほのめかすようなものも、ちょっと説明が難しいんですが、私はざっくり分けて本命チョコかなっていう風に思ってます。お付き合いしてなくてチョコレートをもらったという方は、まず告白の返事を相手に伝えることがまず第一歩目で、好きであればその場でイエスと言うと思うんですが、少し悩みたいなという場合もあるかと思います。だってどちらにせよ相手には感謝の気持ちは伝えましょう。そうした上で何を返すのかということなんですが、パートナーであれば普段から相手が欲しがっているものや相手の趣味に合ったものというのをある程度分かっていると思うので、そういうものにしたり、ちょっとしたアクセサリーなどのプレゼントも喜ばれるかなというふうに思います。これからもお付き合いを続けていく相手だと思うので、少し思い出に残るようなものだとなおいいかなというふうに思います。正直女の子って食べ物をもらった時に、あんまり嬉しくないかもというのは、ここだけの話で、でも自分で普段買えないようなちょっと贅沢なスイーツとかだったら話はちょっと別かもしれません。食べ物は食べてしまったらなくなってしまうので、何か形になるものの方が女の子はその後もそのプレゼントでいただいたものを見て相手のことを思い出したりとか、こうその場面を思い出して幸せな気分になるという場合もあります。ちょっと頭の片隅に置いといていただけたらなと思います。では次に、学校のクラスメイトや会社関係の方からいただいた義理チョコに対して何を返そうかと悩んでいる場合についてお話をします。これはちょっと悩んだりしますよね。食べ物がいいのかとか、物の方がいいんかなとか、でもなんか変に思われたら嫌やなとか、いろいろ考えることあると思うんですが、これから言う内容は、受けない女性はほぼほぼいないというおすすめベスト3を発表したいと思います。はい、では1つ目、ハンドクリームやボディケアグッズなど女性が日常的に使用できるもの。これはほとんどの女性が大好きで、特にパッケージの可愛いものや香りのいいものというもので、女性はテンションちょっとアップします。私もボディケアグッズ大好きで結構集めてるんですが、その中でもおすすめのメーカーというのを紹介したいと思っていて、百貨店とかちょっとしたおしゃれなモールとかに入ってるロキシタンというメーカーとか、サボンというなんかボディスクラブという、そのなんていうんですかね、お肌がなんかツルツルするようなものが売ってたりとか、あとはラッシュという石鹸とか、あとめちゃなんかすごい入浴剤が置いてるところがあって、そこのパッケージとかデザインも可愛くって、女の子には絶対ウケると思います。値段は、それぞれのメーカーによって違うので、お財布と相談して、これぐらいならいいかもと思うようなものを選んでいただけたらいいなと思います。
では2つ目、ハンカチやスカーフ、これもちょうどいいギフトかなというふうに思っていて、ハンカチってお手洗いに行った時とか、外出する時に持ち歩いてる女性も多いと思うんですが、そういう日常的に使えるものとしてハンカチはいくらあっても困らないので、学生でも社会人の方にも喜んでいただけるプレゼントかなというふうに思います。はい、では3つ目、先ほどもお話ししたちょっと贅沢なスイーツ。女性は普段から新作のスイーツとかをこう雑誌とかこうデパートとかを歩いてて、わこれ美味しそうとか思うことって結構あって、でもちょっと今日は我慢しとこうかなとかで、なかなかこう手を出せない場合っていうのがあるんですね。よっぽど食べたい場合は、すぐに購入するんですが、ちょっと気になるなとかいう場合は、こういう時にギフトとしていただいたらすごいテンションがアップします。そんな時にホワイトデーとかでいただくと、ここ気になってたんですとか、この人女心分かってるとか、会話が弾むきっかけにもなりますし、好感度の方も絶対にアップすると思います。はい、では今回の動画いかがだったでしょうか。結構こうバレンタインってもらってもこうお返しとかで結構いろいろ考えてこう悩んだりっていうことも多いかと思うんですが、ぜひそういう方は参考にしていただけたらいいなというふうに思います。で、私は、お返しももちろん嬉しいと思うんですが、チョコレートの感想とか手作りであったら、あれすっごい美味しかったとか、また食べたいなぐらいのすごいいい感想がいただけたら、すごく精神的にも満足するのかなというふうに思います。少しでも参考にしていただけたらいいなというふうに思います。では今回の動画少しでもいいなとか役に立ったと思ってくださった方、チャンネル登録高評価の方してくださると嬉しいです。ではまた次の動画で、バイビー。